ニーナちゃんとエマちゃんが育てた朝顔がいっぱい花を咲かせたので、動画を見てこすり染めを作ったそうです。その様子を写真や動画で送ってくれました。ちゃん上手だな。一つできた。じゃあ二つ目。動画？動画だよこれ。ハサミの絵を使ってとても上手にこすっていますね。しっかり色が映りました。開いてみるとこんなに綺麗に映っています。切り取って葉っぱと組み合わせてお手紙を作ったようです。ひーばーちゃん大好き。いっぱいの朝顔に囲まれた絵も上手にできました。とっても楽しい夏休みを過ごしていますね。